これヤリイカになりますね。大体1月から5月までやってますけど、この冬ちょっと荒れる日が多いんでね、取れない時もあるんですけど、動き出すのと歯ごたえが全く死んでるのとは違いますからね。もうプリプリ感がすごいと思います。美味しく食べてもらえると思います。